ックさん、お疲れ様です。ステーキングね。ビットポイントジャパン。まあそういうことになりましたね、えー。厄介ですよね。で、このステーキングという仕組みとか、スマートコントラクトとか、まあ P2P とかね、様々なテクノロジーを介して、銀行の使い勝手ってものを、まあよくするために、こういった電子工学や金融工学、うそしてう暗号通貨、ブロックチェーンっての生み出されたはずなのに、結局規制を強化してね、 法定通貨を使うように追い込まれているもしくはこういった仮想通貨が蒸発するという表現を使うんですけども結局めんどくって使えないと使うたんびにそれ以上の負担がかかってきてまあ仮想通貨をね法定通貨にするとか何かを売買するっていうのがもう嫌になるような感じに持っていってるんではなかろうかというふうな気さえします。そう考えたら10年ほど前ピザを、ね、2枚 1>, 1万 BTC で購入した時っていうのは誰の目にも触れず夢や希望だけがあったのかなと思いますよね。天才っていうのはね新しいテクノロジーから人類の暮らしやすさっていうのを作るんですけども権力者はそこをかすめとってねえ本当になんかこう私たちの浮かび上がるチャンスをどんどん潰していくっていう気もします。うん、でしまいには戦争を起こしたり意図的な飢餓を起こしてみたりとか妙な架空のね伝染病を らしたりとかね様々厄介ですよねまあでもその中で結局この地球から逃れて別の惑星で生きていくことができない限りはこの地球の支配者にまあ半ば使われながらまあ半ば利用させてもらいながらなんとかやっていくのかないのかなと思っちゃいますねまあでもステーキングについては本当とやですねあのなかなかねお金に関してはこれで1丁上がりってところに行かないもんですねどこまで行っても。 なければないで困るし、あればあったで困るし、お金による支配っていうのは、これからも私たちを縛りつけて離さないような気がします。